はーい、哲也です。今日はね、トランプを救う共和党サンバガラスグリーン、ポール、ホーリーというテーマでお話してみたいと思います最近僕のアップする動画では米国議会特に共和党の腐敗ぶりについて取り上げることが多くなりましたなぜかというと最近、共和党の中には民主党の手先かと言いたくなるような裏切り者が少なからず出ているからです。例を挙げれば、 下院の共和党議員のうち10名が民主党議員とともにトランプ弾劾に賛成票を投じてみたりトランプ弾劾を憲法違反として提出された動議を民主党議員に加えて5人もの共和党議員が否決票を投じてみたり下院でトランプ弾劾に賛成したリズ・チェイニー議員に共和党会議の議長という要職を続けさせることを賛成多数、具体的には賛成145 反対でで承認してみたたりといった具合なんですねつまり今の共和党の中には一定のライノというかまあ、どちらかといえばあちら側 CCP プラス民主党大物プラス DS 側に近い連中が紛れ込んでるような気がしてなりませんこう言うとねもう民主党はもとより共和党も全然ダメなのかと言いたくなりますけれどもね必ずしもそうとは言えない部分もあります。 それは、トランプさんを支持しながら、共和党を立て直すことや、勇気を持って正義を貫こうとする議員が台頭してきてるからなんですね。今日は、最近特に気を吐いている共和党サンバガラスとも言うべき3人の強者をご紹介してみたいと思います。この3人は、今まさに米国政治の希望の光であり、今後トランプさんの再選にも大きく貢献してくれるのではないかと期待しています。 ではその三人とは一体誰かそれはマジョリー・テーラー・グリーン下院議員とランドポール上院議員そして女子シュ・ホーリー上院議員の三人ですこう言うとねあれロバート・デニロいやいやあのテッド・クルーズさんを忘れていませんかと言われそうなんですけどねクルーズさんはねちょっと別格なんですよ彼はトランプさんを助けるというよりはトランプさんの公敵主つまり良きライバルとして 切磋琢磨する存在だと思いますのでね今回は一応外しておきますおそらくクルーズさんは2024年に向けて共和党の大統領候補を決めるいわゆる予備選にトランプさんとともに手を挙げる可能性が非常に高いのではないかと思いますまあ、ちょっと話が逸れたので共和党サンバガラスの話に戻りますけれども多分すでに多くの方がこの3人の名前はご存知ですよねでも これからこの3人がいろんな局面で活躍する可能性が高いと思うんでね今回はその人となりや最近の言動について整理しておきたいと思いますこのサンバガラスのことを知ってるとねこれから米国政治がこれまで以上に興味深くなっていくんじゃないかと思うんですよねではまずグリーン議員から始めましょう1月21日つまりバイデンさんが大統領になった翌日グリーン議員が下院議会に バイデン新大統領を弾劾する議案を提出しました弾劾理由はバイデンさんがオバマ政権下で副大統領をしていた時職権を乱用したというものなんです職権乱用はウクライナと中国という2つの国に関わるものウクライナに関する疑惑と中国に関する疑惑があるんですねもうご存知の方も多いと思いますけれども念のためにまずウクライナに関する疑惑から説明しますねこれはウクライナののエネルギー関連大手の ブリスマにまつわるものです2015年前後まだバイデン候補がオバマ政権内で副大統領を務めていた時のことこのウクライナの巨大企業であるブリスマに大きな汚職の容疑がかけられていましたそこでブリスマ側がこれに関する捜査をやめさせようと多額の賄賂を用いてバイデンさんの次男のカリウドわかりますね頭の中で英語で変換してくださいよ。カリウドを通じて 当時、米国副大統領の要職にあったバイデン氏にブリースマーの捜査を指揮していたビクトル・ショキン検察官をクビにするよう圧力をかけたというものなんですね、その結果、実際にバイデン副大統領の圧力、まあ、具体的にはです、ね、ショキン検察官をクビにしろと、さもないと米国が予定したウクライナへの10億ドルの経済支援は取りやめにするぞといったまあ脅しをしたんですね。まあ、これはあのビデオにも残っています そうした圧力によりウクライナのその証券検察官は実際にクビになってね、ブリスマは事なきを得たということなんですバイデンさんの次男のカリウドはアルコールとコカインの中毒者とも言われさらにはあの忌まわしペドでも有名でねしかもエネルギーの絵の字も知らない人物そんな人物がなぜウクライナの巨大エネルギー会社であるブリスマの取締役に簡単に就くことができ月額最大5万ドル日本円にして520万円もの 報酬年に換算すると約6,000万以上もの大金を手にすることができたのかそれはやはり何といっても父親すなわち当時のバイデン副大統領と太い太いパイプがあったから、まあ、逆に言えばバイデンさんが職権を乱用して息子のビジネスがうまくいくように導いたと疑われかねない状況なわけですよね。そしてもう一つが中中国国絡みののの疑惑ですバイデン氏の次男カリウドは中国の巨大エネルギー企業 CEFC に取り入り入いつでも父親の力を貸せるよと売り込んで基本紹介料だけで年間10億円以上の顧問契約を結んでいたという話がありますまた今は中国当局に拘束されている CEFC の会長と組んで新会社を立ち上げる際に持ち株の1割を A big man これ大物という意味なんですけど、ね、おそらくジョー・バイデン氏を意味しているのではないかと言われてるんですけどもそのビッグ・バンに。 渡す話まで、えー、記録に残っているということなんですね以上のことが事実なら、捜査当局のやる気次第ではあるんですけども、遠くない将来、バイデン親子をともども、贈賄収賄の罪で立件される可能性も全くゼロとは言い切れない状態です。そこでグリーン議員は、今回、弾劾という手続きを踏みながら、こうした職権乱用の実態を訴えていこうと考えたわけですねもちろん会員の勢力図から言ってね。 この弾劾案が下院で可決することはなく、上院で審議されることもありません。しかし、グリーン議員はバイデン氏に対する弾劾を進めることには一定の社会的意義があると考え、実際にねこういう趣旨の発言をしています。バイデン大統領は大統領職にはふさわしくないばかりか、米国の安全保障上も問題があるとね。僕もグリーン議員の主張していることはよくわかるし、その 勇気と正義感は高く評価したいと思うんですけどねただしこんなグリーン議員ですけれども民主党からだけではなくて共和党の一部からも白い目で見られていますそれは彼女が議員になる前に Q アノンの考えを支持する言動を SNS 上で撮っていたからなんですねそしてその理由で最近所属する財務委員会等の委員会から除名処分を受けてしまいましたグリーン議員ご自身はあれは議員になる前の言動であり 今はそのような考えは全くないと断言していますけれどもね共和党にいる反トランプグループはグリーン議員のことをパフォーマンス政治家というだけではなくてね大変危険な存在としてて警戒ししいるようですしかし彼女の勇気と正義感あふれる行動はね地元ジョージア州では大いに称えられ支持者もどんどん増えている状態と言われているんですね今後ともぜひ期待したいですね。 次にランドポール上院議員についてお話し,します。えー、今共和党内部はねあの1月6日の暴動以来水面下では反トランプの風が吹いているとの指摘もあります事実1月13日に行われた下院での弾劾に対する投票においては10名もの共和党議員が裏切って民主党議員とともに弾劾賛成に回り賛成232反対197で弾劾決議案が成立してしまいましたトランプさんにしてみればね大なり小なりトランプ旋風の 恩恵に預かったはずの身内の議員の裏切りは相当ショックだったはずですそして今最も気がかりなのはそれと同じような現象が上院でも起きないかってことでは今上院での状況はどうなっているんでしょうか、えー、人間ってなかなか本音は言いませんね僕はいつも思うんですよそんな時人の本心がわかる心のリトマス試験紙があればいいのにってね例えば共和党の考えを持っていたら赤に変わり民主党の考えを持っていたら 青に変わるとかね <laughs> なんてことを考えていたらねなんとこのリトマス試験に変わるような判別実験を断行する共和党議員が現れたんです、えー、その議員こそがケンタッキー出身のあのランドポール上院議員なんですねではそのポール議員がどんな実験をやったかってことなんですけど実は上院の議会にある道義を提出したんですね。その道義とは この弾劾裁判は憲法違反だというものなんですね。なぜ憲法違反かというと、それはすでに辞任して公的な職についていない一般市民を弾劾することは憲法上認められないからということなんですね。まあそれを知ってかあの最高裁のロバーツ判事もですね、この弾劾裁判の裁判長の席に就くことを拒否しました。ところでこの同意の結果はどうだったかご承知の通り、投票の結果否決されました。 ポール氏の道議員に反対した議員が55人賛成した人が45人となったわけですねこのことが何を意味するかそう、えー、上院の勢力図は文字通り5050 50ですから、えー、共和党から5人の裏切り者が出たということなんですね実はこの道議最初から否決されることは想定していました、えー、この道議の目的は共和党から何人の裏切り者が出るかをあぶり出すリトマス試験だったんですねそそしてその結果 その5人のの人裏切り者の共和党議員が判明したわけですこれら5人組は上院ではほぼ確実にトランプ弾劾に民主党議員とともに賛成票を投じるでしょうただし裏切り者がこの5人にとどまれば弾劾裁判においては可決に上院議員のスーパーマジョリティを必要とするためこの弾劾が成立することはありませんいずれにしてもこのランドポール議員の勇気と正義感あふれる同義の提出が共和党上院における反トランプ分子を 炙り出ししてくれましたポール議員は今でもテレビ等に積極的に出演し勇気と正義感を持って今回のトランプさんへの弾劾の欺瞞性をしっかりと訴えてくれていますぜひこれからも積極的に応援していきたいと思います最後に女子ホーリー上院議員を紹介します1月6日トランプ再選のためには激戦州に関する選挙人団の票に共和党から異議を申し立てる必要がありましたただしそこには一つの重要なハードルがあったそれは 異議申し立てをする議員が上院と下院の両方から少なくとも1名以上現れる必要があったということなんですねこれまで下院に関しては数名の議員が異議申し立てをすることを明言していましたけれども上院に関してはギリギリまで異議申し立てを明言する議員は現れませんでしたもちろんすっかり有名になったトミー・ターバービル上院議員は異議申し立てに前向きな姿勢を示していましたけれどもね明確に異議申し立てするとまでは明言していなかったんです しかしそんな中最後の最後の土壇場になってなんと上院からもついに異議申し立てをすることをですね明言する議員が現れたんですその議員こそがミズーリー州選出のジョシュ・ホーリー議員なんですね、えー、米国のマスコミ報道によればホーリー氏はこの点に関して次のような趣旨の声明を発表しました私は1月6日において特にペンシルベニアを含むいくつかの州では州の選挙法に従っていないという事実およびフェイスブックやツイッターなどを含む 巨大な ICT 企業のバイデン推しの選挙介入という前代未聞の行政を指摘せずして選挙人団の選挙結果を認めるわけにはまいりませんとねえさらにホーリー議員はツイッターとフェイスブックがバイデン氏の選挙活動に不正に協力したとし選挙管理委員会に対して両者が選挙法に違反していないかどうかを調査するよう求めたんですね素晴らしい勇気と正義感ですよねもちろん結果は例のあの暴動のせいでね 惨憺たるものになりましたけれどもホーリー議員の勇気と正義感はこれからもいろんな場面で大きなプラスのムーブメントを起こしてくれることでしょう事実ホーリー議員はね地元では大変な人気でもう莫大なね選挙出金が集まっているということなんですね。 今日が腐っていると言われている共和党議員の中にも勇気と性感あふれる有能な議員が少なくとも3人、まあ、実際にもっといると思うんですけどね、少なくとも3人はいるということをご紹介しました彼らはまさに共和党の希望の光、えー、アメリカ政治の希望の光とも言えるでしょうね僕はこの3人をトランプさんを救ういや米国そして世界を救う共和党サンバガラスとしてこれからも注目し応援していきたいと思っていますあなたはどうお考えでしょうかではまた Good luck! 目覚めよ日本人。今回のようなお話に興味のある方は是非チャンネル登録をよろしくお願いします。